ひたちチェーンストールは、ひたち製作所ほかひたちグループ各社の電化製品を取り継ぎ、販売する電気店の名称である。店舗の一例。看板に、旧車賞が残る。取り次ぎ担当は、ひたちコンシューマーマーケティング株式会社。2015年12月現在は全国に約5000店が存在するが、量販店の進出、電気工事業への専業化。 後継者不足などから、その数は減少の一途をたどっている。また、本業の売り上げが落ち込んでいる店舗では、クリーニング店チェーンとフランチャイズ契約を結び、その取り次ぎ店を兼務するケースもある。多くの店舗は、ハウステック取り次ぎ店となっており、新築、リフォームの相談にも気軽に応じている。また、日立加減サービス技術認定店には、修理技術者がいるため、 両半店よりも迅速かつ柔軟に対応してくれる場合が多い。ただし時点購入客へのアフターサービス強化のため、他店購入品及び他社製品の持ち込み修理を断っている店もある。類似の日立グループの特約店チェーンに日立ポンプストール、日立電動工具ストールなどがあり、かつて看板や車用車のペイントなどが統一デザインだった時期もあった。日立チェーンストールよりも、 販売量の少ない、ひたちファミリー店なる特約店も存在した。ひたちリビングサプライ、ひたちコンシューマーマーケティング業者の経営統合に伴い、ひたちお店ナビは2014年10月1日にトップページがリニューアルされ、お役立ちメニュー各項目のより詳しい解説が新設された。近年は、ひたち製作所、ひたちグループの取扱い製品が減っている現状から、 主に、日立リビングサプライ扱いの商品カタログである、フラメールに掲載されている商品と並行して他社製品を扱い始める店も少なくない。詳細は、日立リビングサプライ公式サイト、フラメールコーを参照のこと。ありがとうございます。